M30 は、ヤギ座にある、球状星団。明るく双眼鏡で丸く小さな星雲状に見える。中心部が明るく密集しており、周辺が5ほど拡散している。周辺のほのぼしの見え方は、フェーデンベルクは10センチメートルの160倍で、周辺のほのぼしが見えるとしたが、マラスは10センチメートル屈折望遠鏡で、外側が不規則でほのぼしが見えるが、 条件が悪いと見えない。1 2 5トルならば、いつでも見えるとした。合計2 0トルからは周辺に、かなりのほのぼしと星の流れが見えてくる。中心部が南に偏っていて、北側に3本の角のような星の流れが見えるが、その星の流れは、長時間露出をした写真では、はっきりとは確認できないという。m と同様に、中心部分が密集して、 星の重力の相互作用で中心部が崩壊しているとも思われている。1764年8月3日にシャルル・メシエによって発見された。メシエは41番星に近い星雲で3.5フィートの望遠鏡でどうにか見えるとしている。1783年にウィリアム・ハーシェルは2つの星の流れがあり、 4から5個の星がその流れの中にあるが、おそらく星団に属しているのだろうとして、星雲ではなく、星団として捉えた。ありがとうございます。